この問題は小売り部門の中部電力未来図の社員らが配送電部門の中部電力パワーグリッドの顧客管理システムにアクセスし競合する新電力会社の顧客情報などを不正に閲覧していたものです経済産業省は今年4月両社に対して業務改善勧告を実施きょうその対応策などについて意見交換をしました中部電力未来図の大谷信也社長は コンプライアンスの徹底が大事、しっかり内部統制をかけて、外部の専門家のアドバイスもいただくと話し、中部電力パワーグリッドの清水隆一社長は、社員の意識や会社組織の風土が一番の問題だった、第三者の目線が大事、しっかり改善に取り組んでいくとしています。